冒頭ですね、8日の日に、ワシントンで開催された地球環境ファシリティ、GEF の評議会におきまして、次期 GEF 事務局長に、これ CEO に日本が候補として擁立をしていた石井直子財務省副財務官が選出をされました。GEF は途上国で気候変動、生物多様性保全などに関する多くの環境分野のプロジェクトを実施するために設けられた多国間の基金であり、我が国が地球環境分野の協力を行う上で重要な機関です。石井副財務官が環境、財務、開発分野の豊富な経験を生かして地球環境問題の解決に向け貢献することを期待すると同時に、我が国としても同機関の活動を引き続き支援していきたいというふうに考えております。私からは以上です。中国の丹羽大使ですけれども、はい、フィナンシャルタイムズのインタビューで、仮にその東京都が尖閣を購入すれば日中関係にとって重大な危機をもたらすといったような発言をされたようですけれども、この見解について大臣事前に共有されていたのかということと、認識をですね、こういった見解について政府として共有されていたのかということと、仮に政府見解でないのであれば、大使がそういった発言をされたことこそが日中関係に影響を与えるのではないかと思いますが、大臣、こうしたことに対する受け止めと、それから今後大使の処分などを何らか検討されているのかどうか教えてください。はい、もう言うまでもないことですけれども、尖閣諸島は我が国固有の領土で、あります。で、今問題になっているのは、まさにその我が国固有の領土のそもそも領有権の問題、そのこと自体が存在していないわけです。で、その所有権の所在が国内で、変更するかどうかという問題でありますから、対外的な問題ではないということでありますから、当然ながら政府の見解と違うということであります。したがって、昨日、私の名前で、注意をし、文書でですね、大使の回答について、得たということでございます。大使からの回答というのは、大使からの回答はですね、大変申し訳ないということでありました。一言で言えばですね、ご迷惑をおかけしましたということでありました。はい、今後さらなる処分を検討されているかどうか。私の方からですね、注意をし、それは局長を通じてですが、私の名前でですね、大臣からだということで言うようにということで指示をしましたので、その回答について文書でもらったということでございます。で、手元にもありますけれども、一言で言えば、大変申し訳ないと、もう一切このようなコメントはいたしませんということでありますので、現時点で、そのことについて私としては受け止めているということでございます。それから沖縄のオスプレイですけれども、はい、先ほど防衛省がモロッコでの事故については機械的なミスではないといったことについて発表しました。で、これに関連して民主党の沖縄県連が森本大臣、防衛大臣がすべての調査結果が配備までにわからないかもしれないといったようなことを発言されたことについて、非常に反発を強めていて、大臣の辞任を要求してますけれども、こういった状況の中でも今回の調査結果を受けてオスプレイの配備を予定通り進めていくのかということと、それから身内である民主党の県連からそういった民主党の決めた大臣に対する解任要求が出ているということについては、大臣どのようにお考えでしょうか。このオスプレイにつきましてはですね、これまで私も知事にお会いをすると、データ主義であるというようなお話をされておられたわけでありますので、今回アメリカ側のあれは航空機事故調査報告というんでしょうか、
おっしゃる通り、いわゆる、まあ、なんていうんですか、機体上の問題ではないのだと、そこについてはまあ断定をしたということなんだろうと思いますけれども、やはり、情報提供をですね、アメリカ側にこれからもしっかり求めていって、そのことについて沖縄にですね、得られたデータ含めて、丁寧に説明をしていくということをやはりやっていかなきゃいけないんじゃないかというふうに思っています。民主党県連からそういった、はい、違反が出ていることについては、まあ、なんて言いますか、意思疎通をですね、まだ森本大臣直接ですね、県連と行っていないということもあるのではないかというふうに思いますので、よくですね、県連の方々とも今後意思疎通をしていくということが大事かと思います。各社さんお願いします。大臣、PKO 法に関してちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、今月で、PKO 協力法の、交付から20周年を迎えるということなんですけれども、はい、これまでの日本の PKO 活動の取り組みへの評価と、あと、まあ、PKO 協力法の改正案というのを今国会提出を検討されているそうですけれども、まあ、会期末迫っている中でどういうふうに対応されたいかと、2点お願いします。我が国のですね、PKO 活動に対する評価というのは国際的にも高いものがあるのではないかというふうに思っておりますし、特にその PKO の中でもですね、日本が得意とする分野についてですね、これからも日本としてより大きな貢献をしていくべきだろうというふうに私は考えています。その文脈の中でですね、PKO 法の改正についても検討しているところでありますけれども、まだですね、政府全体で、意見が統一をされている、そういう状況ではありません。現在調整中であるということでございます。すみません、大臣、はい、東電のですね、 OL 殺人事件で再審が認められた前成元被告の釈放されたんですけれども、この間ネパール政府と日本政府で外交ルートでのやり取りというのはありましたでしょうか。これはですね、この間、人道上の配慮を求めるというネパール政府からの要請というものはございました。そのことを法務省に伝達をしたということはありますが、ただ伝達したのであって、例えば、再審を認めてくださいとかですね、そういうことをもちろん、外務省の立場でですね、法務省に言っているということではございません。よろしいでしょうか。はい、どうも。